急いで、ただいま戻りました。はい、皆さんこんにちは、みっちです。今日もブログアップしていきます。今日はですね、5月の23日になります。で、実は今日ね、この後今ね11時46分なんですけど、この後12時ちょうどから僕がね楽しみに待っていたあれですよ、マイクロドローン 4.0 の日本版クラウドファンディングが始まるので、そちらの方をねちょっと購入を、支援をねしていこうかなと思っております。で、これの面白いところが、先着で割引率が変わるっていうところですね。最初の30台が 50% オフで、その後からだんだんね、変わっていくんですけど、最初の30台が 50% オフで、その後50台が 40% オフみたいな感じで、だんだんとね高くなっていっちゃうんですよ。なので、なんとか12時ちょうどでね、最初の30台にね入れるようにと思って、今ダッシュで帰ってきました。なので、ちょっとこれからね頑張って撮っていきたいと思います。最初の30台に入れるように頑張りたいと思います。じゃあちょっとパソコンの前で待ちます。はい、残り10分でスタートな感じですね。で、もうすでにね、今までもそのこのクラウドファンディングをねするあずきトレーディングさんっていうところが日本の正規代理店としてクラウドファンディングやるんですけど、そちらの方もね登録はもうしてあるので、随時ね連絡が入るような形になってたんですけど、ページの方もリンクが LINE の方から来てまして、まあ、ここから販売しますよっていうことで、なのでパッとね入れるので、で、まあ、事前に、幕開けっていうねクラウドファンディングサイトの方で開始されるんですけど、そちらの方もねもう登録はしてあるので、あとは購入ボタンを押して買うだけと、まあ、ちょっとねもろもろ詳細を多分入れなきゃいけないと思うので、多分いろいろあの支払い方法だったりとかもあるので、その辺も準備しておきます。はい、もう間もなくなんですけど、もう地べたに座って待ちます。もうねドキドキですよ、本当に。こうやってちょっと用意ドンで始める、なんかねライブのチケット買ったりとかっていうのも今までそうなかったので、いけるかな。でもろもろねあのミスしちゃうといけないので、あの画面収録の方もちょっとせずにいきます。なんとかね、なんとかいい金額で買いたいので、残り7分ですね。はい、頑張ろう。さてさて、あと5分ですねちょいちょい撮ってますけど、もうね暑くてね帽子も取りました。上も1枚脱いで、ちょっと撮影部屋なんで締め切ってる分ね暑くなってきます。照明も一応ついてるので、こんな暗い感じですけど、一応照明もねここに2つとあっちとこっちとこっちといろいろ照明はあるので、暑くて、はい、もう脱ぎました。いやドキドキする。まあそれにしても幕開けさんね初めて使うんですけど、結構いろんなねクラウドファンディングがありますね。本当にちょっとしたものから結構大掛かりなプロジェクトみたいなものまでいろいろ出てますね。あんまりクラウドファンディングってやったことないんですけど、その知り合いがやってたりとかっていうのはね参加させてもらったりとかはあるんですけど、こういうふうに自分でねあのサイト閲覧してっていうのは今までそんななかったので、これからなんか期待するものみたいなの買いたいなっていう時はこの辺を使ってみようかなと思います。有名どこだと、幕開けさんも多分すごく有名だと思うんですけどね。キャンプファイヤーとか、そういったところもね、やってたりするんで。まあ、ものによってはね、どこが一番やりやすいかというか、うん。こういうもの出すときはここがいいよね、みたいなのもあるかもしれないんでね。その辺も分かると、面白いものがゲットできるのかなと思っております。いや、あと4分。ドキドキ止める。はい、12時まで残り1分ですね。いやーもうすぐだ。はい、なんとかね用意どんで入りたいですね。ちょこちょこチェックして
一番乗りで行けるようにしたいんですけど、まだですね、やっぱ本当ぴったりで多分開く感じですよね。さあ来い。まだね、プロジェクトがまだ公開されていませんなんですよね。あと本当数十秒だと思いますけど、もう今ひたすらねポチポチしてます。あれ12時になったよ。来た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 。まだ0人。はいはいはい、支援する。はい、16,650円、早割り50、クレジットカード払い。はい、あードキドキする、ドキドキ、やばいやばいやばい、いけるかな。これ入れるのがねめんどくさいですよね。あ、久々にドキドキしてる。やばい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 、オッケーオッケー、ミス。16,650円、支払い候補クレジットカード。あ、手が増える、手が増える。何これ、もう初めてだな、こういう体験が。いつもね余裕っぽいとばっかなんですけど、まあ、これがリアルです。これは確定する。うわー、エラーとなった。エラーだー。ちょっと待て、ちょっと待て。うわー、受付終わってる。早割り40しかない、40しか。やばい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 。ちょ、待って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 、マジかよー。19,980円です。うわー。はい、買いました。あっという間ですね。あっという間。もう終わりました。嘘ー。すごいな。確認メールをしたいと思います。確認したいと思います。はい。無事ね、マイクロドローン 4.0、クラウドファンディング始まって、申し込みというか支援完了いたしました。用意ドンでやったんですけど、早割り50のね、16,650円で購入することができませんでした。多分ね、やっぱり住所入れてたりとか、カードをね、登録してたりとか、そういった部分をね、もう事前にというかね、まあこの幕開けを以前から使ってる人っていうのは登録がもうされてるんですけど、新規の人っていうのは多分その辺をね、打ち込まなきゃいけないので、僕も初めてだったので、できておりませんでした。で、まあ僕がいくらで、まあ、購入というかね、支援できたかというと、まあ19,980円、まあ、なんとかね早割り40で、購入することが、支援することができました。ちなみにですけど、開始3分ですね、3分経たないぐらいで、目標金額、達成してしまいました。で、早割り50の最初の30も終わって、次の早割り40の50人も終わりました。最初の3分ですね。で今ね、早割り35っていうのがまだ残ってるんですけど、もう終わりますね。62人が支援してるので、何人までだっけ ?38、100人までですね。多分今日1日でこれ全部なくなっちゃうのかなと思います。恐ろしいクラウドファンディング。正直ね、LINE の方から連絡がね、来たんですけど、予約開始しましたって来た時にはもうすでにね、上の早割り50と早割り40は終わってました。なので、事前にパソコンの前にいてね、良かったなと感じております。恐ろしいこれでね。まあとりあえずなんですけど、これで一安心ではあるんですが、まあ、発送時期がですね10月下旬ですね。10月下旬ぐらいを予定していると。で、もろもろ手続きが済めば、まあ、前倒しでね、出すこともあるよっていうふうには連絡は来てるので、まあ、無事ね、なんとか支援することができました。恐ろしい。僕がね、これ最初見つけた時っていうのは、インディーゴーゴーで見つけたんですけど、その時にはね、まだ日本人ってほとんどいなくて、誰もね、チェックしてなかったんですよ。で、それをね、こう、チェックし始めて、まあ僕はちょっとネタにしたのもあったんですけど、それもね、まあ、あってか、増えましたね。今、支援者がね、131人。集まってる金額、1、10、100、1000万、10万、271万。ちなみにまだ始まって、8分ですね。まあ、人数にして131人なので、すごいですね。ちょっとクラウドファンディングのね、
凄さとか面白さっていうのを目の当たりにしております。今の段階だと早割り、35も受付終了ですね。次早割り30が150名なので、果たして150名皆さん買えるでしょうか。まあこれリアルタイムではないので、しまったね、ライブにすればよかったね。ライブにすれば本当にこのリアルタイムな感じをね見ていただけるなと思ったんですけど、ちなみに早割り30になると、23,310円、もう2万円超えちゃいますね。はい、まあそれでも通常価格が 33,330円ってことなので、一般販売がなので、それ比べるとまあ1万円ぐらい安いので、本当にちょっとね気になってる方っていうのは今買った方がいいんじゃないかなと僕は思っております。で、まあ、10月下旬の発送なんですけど、一般販売もそれぐらいでされるっていうことなので、これからね、まあ、もろもろ手続きなどが行われるんではないかと思っております。いやー、恐ろしい恐ろしいクラウドファンディング、目の当たりにしました。まあけどね、無事に、早割り40で、支援購入することができましたので一安心です。ということで今日はね、購入したよというお知らせでした。この動画が良かったらとか言うのもないですけど、まあ気になってる方ね、ぜひ前の動画もね、マイクロドローン 4.0 説明してたりはするので、よろしければご覧になってください。ということで、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ミッチでした。バイバイ。